こそ女性が今後一人でも輝けるような副業ビジネス講師みたいな、これめっちゃ向いてると思います。そうですね。ほとんど数だったんですけど。そうですね。こんにちは。お笑い芸人のフーミンです。そしてコニカキーズ小山です。そしてカブトムシゆかりです。お願いします。はい、始まりました。パチ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 、やっぱいいですね。やっぱいいっす、落ち着く。やっぱね、声張っていかないとダメよ。そうですね。もうボサ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 喋ってもまあ性能がいいですから拾ってくれますけど、はい、やっぱ声出して舞台芸人としてね、やっぱテレビ出れないんで、やっぱり、うん、声が大きくなってきて、カスカスになっちゃった途中ちょっと自信なくなっちゃったんですけど、ね、でも本当素晴らしいと思います。はい、これを当てて引き続きね、はい、カブトムシくださいね。はい、まあ、ありがとうございます。お願いします。お願いいたします。さあ、ふーみん、はい、もう結構ね、その、うん、もうカブトムシゆかりさんをね、はい、お招きして 1,2,3 枚いっぱい撮ってきたんですけど、はい、まあいろいろもうカブトムシゆかりちゃん、カブちゃんめっちゃ名前決めてます、ね、カブちゃん、カブちゃんね、はい、カブちゃんもなんか言いたいこととか結構ね、うん、そう、シーボカイマス先生からも回答があったと、うん、まだね、うん、でもまだでもそれだけじゃ語り尽くせないのが税金とか、うん、そういうことだと思うんで、いろいろ論点もあると思うんですよ、うん、そんな中で真っ山さんがね、今までの和を通じてまだここ話せるんじゃないかってところあるんじゃないですか。 ありますよ。あ、そうですか。全然ありますよ。お、それは、いや、僕なんか過去のね動画ちゃんと見直してて、はい、やっぱカブちゃんの人生を豊かにしたい。あ、人生の話、はい、やっぱね、そのじゃあどっからサポートできるかって、やっぱ会計税務の見地からやっぱサポートしたいなって思うんですけど、うん、って考えた時に、いや、カブちゃんほどね、僕も実際給与明細見てないんですけど、はい、稼がれてると思うんですよ、うん、ね、まあね、普通の、まあ、パチンコ業界ってなんかいいような印象が聞くんですよ。まあ、羽振りもね、しっかりされてますし、はい、って聞くと、いわゆるね、よく僕らがアドバイスするの、稼いだら次何するって会社ですよ、うん、法人化ってどうなんですか。ああ、聞いたことありますね、法人化って。お、いいっすね。なんかこういうの、やたら聞きますよ、会社ね。会社作るのも別にお金そんなかかんないから作った方がいいよみたいな。おー、そう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 、はい、ってなると、やっぱり個人である程度の所得ベースに行った方っていうのは、一般的には法人化、株式会社ですね、か合同会社、はい、作ったらどうですかっていうご提案するんですけど、うん、ね、かぶちゃんにちょっと裏で楽屋でしてきたんですけど、はい、楽屋ね、ちょっとこれ言ってみたかったですか。楽屋トーク、はい、言ったらかぶちゃんが断固としてね、うん、ちょっといや違うんですよ、うん、これ、うん、なんかちょっとね、家庭の事情がっていう、ちょっとすごい強気な引っ掛けになって、ちょっと涙まで流されたね、もうハンカチやばいですね、想像力半端ない。それをちょっとなんでかなと思いまして、はい、はい、今日はなんで法人化を検討されないんですか。まあ、なんか多分した方がいい場合の方があると思うんですけれども、はい、出ていくお金が多いので、うんうん、なんですけど、ただこの今の仕事が何年続くかわからないのと、まあ、毎年こう法人化を勧められても、いや、もう多分今年ぐらい、もう来年にはもう多分仕事をなると思うんですっていうのがずっと続いてて、まあ、いよいよ2020年問題があるので。はい、2020年問題とおっしゃったじゃないですか、はい、それ多分カブちゃんならではの問題だと思うんですけど、はい、何なんですか。それはなんかオリンピックがあることによって、まあ、海外からもいろんな方が来るので、ね、パチンコ屋さんでの今主に実践来店みたいな感じで行ってるのが減ってしまうのではないかっていう、はい、そのどんどん地域ごとに規制が入ってきてるので、あ、それ国としてオフィシャルとして過剰な演出はやめてくれっていうのを、ちょっと法律みたいなのができかけてるんですかね。不安がある。そうですね、オリンピック中もう耐えられるか自分でもっていうのがありますね。カブちゃんの問題とかですね、はい、パチンコ業界は多分あると思うんですけど、その演出タレントさんとしてはちょっとお仕事が、ちょっと規制が入るかもねっていうこと。じゃあカブちゃんの仕事考えればいいことですね、僕たちが。新しい仕事を考えてください。飲み込みが早いですね。そうですね、やっぱ飲み込み早いのがタレントやっていかないと、やっていけないと。飲み込みが良くないと
考えよくないとね、やっぱタレントっていうのは。いいっすね、吐き出しはめっちゃ痛そうですから飲み込みは早いですよ、うん、そう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 なんですよ、はい、だからね、ハムちゃんがこれだったら法人化して私やっていけるよっていうような仕事をね、はい、いいっすね、つけてあげることができれば、ここの輪はもう最高で、時間が好きしたんです。ケツ3時までって聞いてるんで、ケツ3時まで、まあ、大丈夫大丈夫、そんなの伸ばします伸ばします伸ばします、それいいですね、うん、じゃあ法人化してもいいよと思えるようなビジネスアイディアもちょっと考えながら、うん、そうですね、はい、ちょっとね、ロジカルシンキングの小山からすると、うん、ちょっと一つ整理しておきたいことがあって、はい、今ってそもそも法人化しませんかっていう話 で、はい、でするんだったらそのビジネスちゃんと内藤する気ないよって話なんですけど、はい、これまず法人化に魅力がないと、うん、ここの議論いらないと思うんですよ、今のままでいいんで、はい、ここのメリット熱く語っていいですか、はい、法人化のメリット何分ぐらいもらえます、時間、2分、はい、はい、もう小山がね、今回の回ではもう細かいのめっちゃあるんですよ、はい、節税の観点からとかあるんですけど、はい、もう大きく2つです、うん、まず税率が全然違うんですね、うん、税率が全然違う、でもう一個経費の幅もこれ全然違うんですね、うん、やっぱりどうしてもこれはまあ節税にもつながるんですけど、うん、なんで一般的には法人が有利って言われてます、ただ前者に関しては大体なんですけど、これちょっとすっごい奪っていますよ、うん、手取り、要は所得ですね、前言った売上引く経費の所得、うん、700万、これ大体700万ぐらいだと思います、を超えるのであれば、これ圧倒的に税率的にも法人の方が有利と言われる、これすっごいざっくりなんで細かい話をちょっと相談、なるほど、なんで所得ですね、700ぐらい今ちょっと考えてると思うんですけど行くか行かないか、うん、もしくは行きたいのか、うん、もう行くって決めてるんだったらそれこそこうしなくてくれって話なんで、もうだからもう今700いってるって言ったらもう法人にした方がいいんじゃない、だからビジネス考えようっていう話にしたいと思います、2分半、 OK、 OK、 お願いします、いやーそうですね、年収の金額で決めるっていうのもあるんですね、はい、そうです、年収の金額で決める、いや、そうですね、いや、誰よりもいい声を聞いてるから、やめてください、ダミ声聞こえないね、もう本当にね、声が綺麗な、あのせせらぎのような声を今聞いてました、なんかコメント見たんですよ、中山筋肉いませんみたいなコメント来てましたよ、僕も思いました、あれこの3人の会の時に、はい、声が筋肉が入ってませんかって言われたんですけど、え、誰なんですかね、声だけですか、ちょっとやってみてください、中山筋肉の声ですか、中山きんに君です、あ似てなくないですか、絶対違いますよ、ちょっとやってください、ちょっとやってください、あんまやらない、ちょっとやってください、中山きんに君です、似てる、ちょっと待っていいですか、ハムちゃんのせいはないです、ハムちゃんの声が中山きんに君ってことはないですから、はい、さっきせせらぎの声で言ったじゃないですか、そんな人は中山きんに君じゃないですから、今しかもね、ちょっと押してちょっと当たったっす、ラッキー、ここにいた芸能人触れた人生で初めて、その持ち上げ方、逆に押ししてること、そんなことないです、ほんとに出したもんね、こうやって当たるかもしれない出してください、で、中井君、誰なんですか、誰なんですか、ちょっと気になっちゃいました、ちゃんと返信されてたから偉いなって思って、全員返すんですよ、嬉しいです、嬉しいです、すぐ返します、1分前とかで返すんです、すぐ返します、ちょっとすごいもう露骨なアンチコメントに対してもどうやって返すのか、小山さんの器が試されるというか、人間力の見せ所っていうの、前からでもそれは本当に心がけてるんですけど、そういったコメントにどう対応できるかが多分一番、うん、逆にそれも含めて見てほしいんですよね、はい、でもやめてください、ちょっとみんなのお母ちゃんの大好きなんで、見たらちょっといがみ合いたくはない、そうですね、ただ法人化してそれで良くなっても、その翌年にうんと収入が減ってなった場合ってどうなっちゃう、減る場合ですか、はい、ありがとうございます、うん、これもめちゃめちゃいい質問で、うん、まあ、一般的にはじゃあ1年2年やってて、1年目は納税しましたと、はい、で2年目大赤字ですと、はい、でこういう場合はあの繰り戻しでちょっと去年払いすぎたんでみたいな還付もできたりするんですよね、はい、そういうのも使えるんだったらトータル的にはそんなにだから、じゃあした方がそんなに、あと法人が一番いいのはやっぱそのもしじゃあ1年目が赤だったらそれ繰り越せるんで、それも一ついいのかな、赤字を貯金できるっていうのも法人は一つおすすめってことで、ただあとは法人化する手間が面倒っていう部分ですね、まあ、一般的には金銭的な手間と時間的な手間で、金銭的には大体30万ぐらいかかるんですかね、作るときに、で合同会社だったら15万とかってあるんですけど、まあ、大体10万30万がいって、であとは確かにランニングがですね、うん、年間でも7万は絶対ちょっと事業税って払うのと、はい、あとやっぱ税理士さんが絡むようになるんで、うん、法人だとまあ顧問料が月3万、はい、5万かかるのかな、はい、確かにそれはおっしゃる通りですね、まあ、それが取っ払えるんだったら法人でちょっとしっかりジャストビジネスやってほしいなっていうのはあります、うん、ってことでちょっとじゃあそうですね、法人化はありかなってちょっと思ってもらったことに
しましょう。はい、そうやらせて。そうします。はい。ちょっとまた引っ張っていいですか。はい。なんかカブちゃんだから次ビジネス考えたいんですけど。はい。まあ、ビジネス編。何が。漠然とした不安は逆にないんですか。不安はでもないんですよね。素晴らしいっすね。なんか何でもできます。なんか、いや違うんです。なんかそのどんな水準でも生きれる自信があるっていうか。ああ、そうですね。なんか、なるほど。はい。別に何が欲しいとかもないですし、もともと物欲もないですし、もう下もバカだし、その自分のその時の収入に見合った生活ができるからあんま不満はないです、ね。できます。途中から気づきました。下がバカだしぐらいから僕気づきました。これはよく見せようとしてます。いやでも偏見と偏見のぶつかり、僕のことは散々にしやがってシャンパンだろうなんか言われてましたけど、これ完全よ自分がよく見せようとしてますよ、これ。そうですね。ゲストだから僕がそこは見逃してます。そうですか。僕今うのみにしちゃいました。はい、あ、いい子だな。騙されやすい。思っちゃいました。いい子だな。コスパがいい子ですから。騙されちゃった。コスパいいです。じゃあもうチェーン店とか行って、もう串カツ使ってで、はい、使ってもラッキーだな。引きがいいからすぐゾロ目出したらハイボール。ああ、はい、ベガンですから。無料になりますから。チェーン店のあるある。絶対僕疑いの。テレビで見たんでしょ、それを。テレビで見てないですよ。絶対言ってる。いや、海の話だよ。海は言ってますよ。知ってますよ。あ、言ってる。カブちゃんは絶対言ってますよ。テレビで見た情報。若い、もう、なんていうんですか、テーブルクロスの上にシャンパンとワインと並んで、チーンってやって絶対カブちゃんの場合は。もう、赤羽で多分見たっていうの多いと思うんで。本当ですか。はい。あ、カブちゃんが赤羽で目撃だと。で、ビジネスですよ。はい、ビジネス。何がいいかなって思って。確かにね。まあ、どんな水準でも確かに生きていかれるとは思うんですけど、はい、でも喋るのと自由をやされるのは好きです。自分で言うと思う。まあ僕はもう分かりましたよ、ね。はい、それはもうやっぱり喋る、まあ僕芸人喋ってます、うん、はい、で人気出たら自由をやされます、うん、僕と組みましょういいかもね。でもなんかすごいですね。そう、あの2020年問題でダメになった時、はい、僕のとこに来ていただければ電話しますね。売れる気がします。いいじゃないですか。考えると買ってほしい。売れますね、これ2020年に。ガッターガッターガッターって何ですか。小山先生は誰がいいと思う。今のは面白かった話をしたんですね。そうです、面白かったんですよ。じゃあ僕真面目に、じゃあ喋るのとチヤホヤですよね。うん、きっと今の仕事を辞めましたってなった時にツイッターとかだけは残して、あの綺麗に辞めないタイプの女だとは自分で思ってるんですよね。どこかでブログとかはやってたいっていう、その潔くないタイプなんですよ。素晴らしい。いやもう完全まとまりました、はい、これマジで絶対いけます、はい、じゃあブログとかツイッターで発信ができるっていう意味と、はい、あと喋れるっていう意味と、じゃあちょっとやっぱ人からの扱いは受け、ね、褒められたいですね。褒められたいね、はい、これなんかなんちゃら講師やればいいと思います。マナー講師なのか、それこそ女性が今後一人でも輝けるような副業ビジネス講師みたいな。ああ、これめっちゃ向いてると思います。へえ、そうですね。ほとんどすんだったんですよ。そうですね、ほとんどすんじゃない。そうっすねって。そうですね、ほとんど。いやだからそうですね、あの最近ありますもんね。それで逆にまたセミナー講師で人気出ればテレビにまた行けるタイミング。そういうおじさまとか男性層からの支持も集められますし、同性からもファンがめっちゃつくと思います。嬉しい。あの人見知りをしないんですよ。それの講師、講演会とかやりたいですよね。あ、そういうの向いてそうで、過去の経験も全部話して教えてあげる、うん、いや私パチンコもやったけどこの時こういうふうにノウハウがあるよとか、うん、なんかそういうの絶対いいと思うんですよ。いいですね。じゃあもう あれですね、将来は大丈夫。そうですね、まあ2020年になったらどっちかに電話してもらえる、やりたいのそうですねその漫才師やりたいのか、そのセミナー講師やりたいのかっていうの、はい。で今ね、小山先生はセミナーとかもよくやられてる、はい、よくやります、はい、得意分野ですよね、はい、でも僕もしゃべると芸人得意。そうですよね、はい、あ、そうですね、2人のプロフェッショナル、どっちもしたいですけどね。やった会社で作ってじゃあ全員ねやったらいいと思って。そうですね、そうですね、楽しみになりました。2020年、はい、逆によかった。その時までちょっと追いたいですね、ちゃんと動画も。あ、そうですね、2020年のカブトムシゆかりを KTV は追っていきます。追っていきましょう。はい、楽しみ。では今回はあの法人化のなんかメリットとかデメリット、そしてカブちゃんが2020年からどのような活動をしていくかの話をしていきました、はい、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、 YouTube へのコメントよろしくお願いします。また見てね。